今日がプロ6戦目、日本での試合は3戦目となります。前回の試合、東洋ランカーインドネシアのトーマスを3ラウンド KO で破り、自らが現在東洋ミニマム級の2位にランクされています。そしてそのイーグル奥田が対戦しますのは韓国のミニマム級チャンピオンチャン・ミンスーです。韓国ライトフライ級の元王者、そしてこの4月に、ミニマム級2階級制覇を達しています。果たして東洋太平洋のこの2位のイーグル奥田に対してどのような試合を見せてくれるんでしょうか。もう間もなく試合が開始です。今しばらくお待ちください。両選手リングに入場です。はじめに青コーナーよりチャン・ミンス選手の入場です。ダイナミックグローブセミファイナルミニマム級の10回戦、青コーナーから入場してきますのは現役の韓国チャンピオン30歳のチャン・ミンスです。91年にプロデビュー、キャリアは10年を数えるチャン・ミンス。去年韓国ライトフライ級王座を獲得、そして今年4月に1階級下のミニマム級王座決定戦を制し2階級制覇に成功。今後楽園ホールに姿を見せました。青コーナーのリングした遅咲きながら勢いのあるコリアンファイターです。日本のリングは2度目というチャン、自身に
とって非常に大きな位置を持つ今日の試合です。東洋太平洋上位ランカー願ってもないチャンスものにできるんでしょうか。韓国チャンピオン30歳のチャンミンスーです。続きまして赤コーナーよりイーグル奥田選手の入場です。外国からの輸入ボクサーイーグル奥田アドリー宝石ジムです。日本での3度目のリンク、世界を見据える若きボクサー赤コーナーからの入場です。自身の連勝記録を伸ばすことができるか、現在6戦全勝 4KO の戦績を誇ります。タイ国の出身ですがムエタイの経験はありません。子供の頃からタイの英雄カオサイギャラクシーに憧れ、まっすぐ国際式でキャリアをスタートしました。イーグル奥田、本名はデーン・ジュラバ。アマチュアで34戦のキャリア、2年前にプロ転向、その間日本人の奥さん高子さんとの結婚、そして来日、将来性を買われ日本のジムから世界を目指す道を選びました。前の試合、元世界チャンピオンニコ・トーマスを破り自らが東洋ランカー、今日の強敵現役の韓国王者を下すことができるんでしょうか。イーグル奥田リング上です。セミファイナル10回戦を行います。赤コーナー、日本ミニマム級9位105パウンド4分の1角海老宝石ジム所属イーグル奥田。世界を見据えるイーグル奥田、勝ち方が問われます。青コーナー、韓国ミニマム級チャンピオン105パウンド4分の1韓国チャンミンス。コリアンチャンピオンチャンミンス、 OPBF 上位ランカーのイーグル奥田を下せるんでしょうか。大きな意味を持つこの一戦です。ジャッジ山田一子、同じく染谷道明、同じく鮫島栄一郎、レフリー浅尾和信。最軽量ミニマム級の10回戦ダイナミックグローブセミファイナルの対戦です。画面右側が赤コーナーの角海老宝石ジムイーグル奥田です。タイ国から世界王者を目指し角海老宝石ジムに入門しました。日本ではこれが3戦目。対するは韓国の現役チャンピオンミニマム級王者のチャンミンス30歳。今日イーグル奥田を破れば一気に東洋そして世界が開けてきます。注目の一戦、まもなく第1ラウンドです。第1ラウンドのゴングが鳴りました。白のトランクスに褐色の肌、画面左側に回ってきました赤コーナーの角海宝石ジムイーグル奥田です。日本ミニマム級9位、そして東洋太平洋ではミニマム級2位にランクされています。そして青コーナー、ハングルの文字の縫い取りがあります。韓国のソウルのジムチャンミンスーです。ボクシングのクラス分け、最軽量のミニマム級の10回戦です。さあワンツーを打っていった、これはカウンターを狙っていった韓国のチャンミンス、じりじりと距離を詰めていきますイーグル奥田です。このイーグル奥田、これまでプロデビューして7戦目、6戦6勝 4KO という戦績です。さあショータッパーから左のフックを見せました。まもなく開始から1分になろうかというところ、45秒を過ぎました。解説は浜田剛さんです。イーグル奥田ですけれども、立ち上がり動き警戒ですがどうですか。そうですね、やっぱりパンチに自信持ってるんですね。堂々たるもんですよ。このイーグル奥田、パンチのキレ、そしてパンチ力もありますよね。だから1ラウンドから飛ばすわけじゃないし、自信満々で今持ってますね。今一瞬チャンミンスストレート折れてグラッときた、ロープを背負う形になっている。右のフック、これは空を切りました。イーグル奥田です。それで相手のパンチが来ても心配ないというふうな自信がありますよね。はい、イーグル奥田は日本ランクは9位、しかし東洋太平洋は2位です。韓国チャンピオンを相手にやはり勝ちは求められますよね。連続KOできてますからね。はい、そういった面ではやっぱり、逆に、日本の9位というのは日本に相手がいなかったからできないというのがあるんですよね。はい、
実際にスパーリングパートナーはあまりに強すぎていないということでマスボクシングそしてミット打ちでこの試合に臨んでいる白のサランクスイーグル奥田です。本名はデーン・ジュンラパン、タイ国の出身、日本から世界を目指すためにカドエビ宝石ジムに入門しました。韓国チャンピオンをロープ際に追い込んでいきます。白のサランクスのイーグル奥田、さあ顔面にパンチを返してきましたシャンミンスですが、オコナーに追い詰めていくイーグル奥田、ジャンルイー、さあ今度は右のボディを打っていこうというところですが、なんとかこの青コーナーから逃れようとしていますチャンミンス。第1ラウンド残り時間が1分を切りました。ミニマム級の10回戦ファーストラウンドから積極的な立ち上がりを見せています。白のトランクスのイーグル奥田、ずいぶんパワーありますね。ニュートラルコーナー、少しチャンミンスの表情からも硬さが見られますよね。チャンもですね、韓国を変えればやっぱりチャンピオンなわけですから、それも2階級制覇のチャンピオン、そういったところでですねやっぱり腰が引くところなくて、真正面から一緒になって打ち合おうという気はありますよね、はい、韓国のこのチャンはサウスポーです、そしてイーグル奥田は右構え、ただチャンの場合には、パワーで今のところ押されている形ですかということがありますよね。さあまたロープ系に追い詰められます。第1ラウンド残り時間が10秒を切ったが、青コーナーを背負うからチャンミンス迫っていきます。イーグル奥田右のボディ、少し距離を取りました。第1ラウンドが終了しました。ミニマム級の10回戦です。放送席をご紹介します。元世界チャンピオンの浜田剛さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ミニマム級の10回戦、そして注目の輸入ボクサーイーグル奥田の立ち上がりですけれども、まあ、立ち上がり見る限りでは予想通り、評判通りの選手と言っていいでしょうね、はい、まあ、本当に自信満々で打っていて、それで打たれ強さっていうのはまだ発揮されてない、見せていることはないんですけど、はい、打たれても心配ないという自信がみなぎってますね。打たれたらむしろ前に行くような素振りさえ見られますね。だからそれがやっぱり今までの自信の表れなんでしょうね、前回の試合で東洋ランカー、まあ、元世界チャンピオンのニコ・トーマスを3ラウンド KO で破りました、まあ、そういったのも自信になってるんでしょうね、タイ国の出身、ムエタイの経験はありません。まっすぐに国際式のボクシングを志しました。さあプロキャリア今日が7戦目、日本での3試合目、今日も KO 勝ちを収めることができるんでしょうか。第2ラウンドです。白のトランクスがイーグル奥田です。前回の試合に勝ちまして東洋太平洋ミニマム級の2位にランクされています。日本から世界へを合言葉に日本で地道なトレーニングを積んでいるイーグル奥田です。対するは青コーナー、青いトランクスを履いています韓国のチャンミンス、ミニマム級の国内チャンピオンです。さあ距離を詰めていきますイーグル奥田。白のトランクス、この右のフックが怖いんです。子供の頃に見たカオサイギャラクシーに憧れて国際式のボクシングを志したといいます。23歳です。サウスポーが今日相手、左の目の前に不用意に立ちたくないと話していましたが、サウスポーを相手にこの戦いづらさみたいなのってありますか。ですね、やっぱり打ち合いになったら関係ないというような感じで前に出ていってますよね、はい、そうですか、まあ、いつもよりやっぱり左ジャブが出しにくいというのは確かにあることはあるわけですけどね、はい、それもお構いなしに真正面から右を思いっきりブンブン振ってますからね、ご覧のようにまた右のフックを見せていきました。そしてニュータルコ、この勢いのあるフックです。アマチュアでも34戦30勝25 KO という戦績が残っています。白のトランクスのイーグル奥田、まあ、柔らかいディフェンス、そしてこの畳みかけるようなコンビネーションブロー、自身が得意とするボクシングです。右のストレートを見せました。白のトランクス、左のももの上にタイ国の国旗、そして日本の日の丸が縫い付けられています。青コーナーに追いつけていきますイーグル奥田。右のボディ、さあ右のフック、青コーナーから抜けてない右のボディ、これはくの字になりました。チャンミンス、ロープを伝うように逃げていきます。ナイスボディ、いいボディが入っています。さあロープに完全に追い詰められる形になりました。さすがに、チャンも韓国チャンピオンだけあってですね、打たれても必ず打ち返そう逃げることはしないと、さあ綺麗にワンツー画面やり方ですね、しかし押されていますね、随分押されてますよ。さあニュートラルコーナーに今度は追い詰められています。イーグル奥田がこの獲物を捉えるかのような目で完全にこのロープ際、そしてリングサイドに追い詰めていきます。この状態でイーグル奥田が打ちっぱなしで、仮にチャンが倒れなくてですね、試合が長引いた場合に、スタミナがどうだろうというのはまだ分からないですね。なるほど、イーグル奥田の方で打ち疲れという部分があるわけですか。可能性ありますよ、はい、まずは立ち上がりの第1ラウンド、そしてこの第2ラウンドも積極的に攻め続けている白のトランクスイーグル奥田。
ロープを伝うように逃げるかのような動きを見せています韓国チャンピオンの青いトランクスチャンミンス30歳です。若いイーグル奥田23歳この韓国チャンピオンに対して堂々のボクシングを見せています。さあ今度はまたニュートラルコーナーだ。奥田の顔面バリー、鼻にちょっと出しましたね、奥田の方が鼻血を出しまして自らの白のトランクスを血に染めています。さあ右のストレートを見せていきました。今度は右のボディ積極果敢なこの打撃を見せています。第2ラウンドが終了しました。第2ラウンドもこのコーナーに追い詰めていいボディコンビネーションを見せていますイーグル奥田です。まあ真正面からまっすぐ、まあ、自信の表れですね、タイから世界王者を目指して日本の角海宝石ジムに入門しました23歳です。本名はデーン・ジュン・ラパン。画面手前に見えていますこの奥田トレーナーと共にトレーニングを積んでいます。まもなく第3ラウンドを迎えますミニマム級の10回戦 OPBF の上位ランカー対韓国の現役チャンピオンの対戦となっています。 OPBF2 位にランクされているのが白のトランクス赤コーナーの角海宝石ジムイーグル奥田です。そして青コーナーは韓国の現役チャンピオンチャンミンスーです。チャンの方はこれがプロ16戦目7勝 5KO6 回2分けという戦績、勝ち星はそんなに多くないんですがとにかく国内の上位ランカーそしてチャンピオンの対戦が多い、まあ、2階級制覇をしているだけあって実力は全く侮れないものがあります。青のトランクスのチャンミンスサウスポー左構えです。後ろに下がるような形イーグル奥田が常にこの第1ラウンドからこの第3ラウンドまで相手を追い詰める形。今度またロープギア右のボディを見せましたイーグル奥田右顔面そしていい顔面ストレート右のボディ打ち分けて今度は左の奥から右のストレート。一気に行くのかイーグル奥田ロープを抜けれますロープを抜けれます。あ切りましたかね。おっとイーグル奥田の方がこれは今、ね、バッティングですね、チャンミンスの頭が当たりまして右眉これは結構深く見えますがカットしています。右眉の上をカットしました OPBF ミニマム級2位のイーグル奥田。まだ4ラウンドまで終了していません。このまま出血が多くなると試合がストップになってしまいましたが今ガーゼを当てた時にもう血はそれほど流れ出ていませんでした。このバッティングでの傷でのストップは避けたいところイーグル奥田です。さあ今度は右のボディ打っていきます。今度は右の顔面またニュートラルコーナーです。ワンツーボディーワンツーさあかかってこいと強気の姿勢を見せましたチャンミンス。さあしかし強烈右のボディ、まあ、さすがに韓国のチャンピオンだけあってプライドありますね。そうですね精神力気力は十分なんでしょうがしかしボクシングではこれはやや防戦一方と見ていいんですか。まあ迫力に今圧倒されてますからね。さあ右顔面ワンツーショートのレンジに入った瞬間にボディそして顔面に返していきますイーグル奥田。昨日インタビューをしたところでは非常に穏やかな喋り口しかしリングに立つと非常に好戦的です強気のボクシングイーグル奥田白のトランクス右のボディアッパーそして左のフック顔面に返していきます左のアッパー、まあ、チャンの、 ガード結構硬いんですけどね、この硬いところをまっすぐ突き破ろうとしてますよね、上下の内訳はどうですか。いいですよ、はい、さあロープ際この先ほどからロープを伝って右にと移動するしかないチャンミンスまるでミットを打つあるいはサンドバッグを打つようなボクシングをしていますイーグル奥田現役の韓国チャンピオンをここまで追い詰めています。ショートアッパーが右のストレート頭が後ろに飛びました。しかしチャンミンスもタフですね。まあ、イーグル奥田に言わせますととにかく相手のビデオを見た限りでは非常に打たれ強さがある我慢強い選手と話していました。コンクラビになるかもしれないと話していましたが打たれ強さを見せていますチャンミンス。さあチャンミンスの精神力をどこまで打てるのか。クロスになった顔面ボリが効いている左フックから顔面右ストレート。さあストレート連打第3ラウンド終了しました。後半ものすごいラッシュを見せたイーグル奥田です。
前のラウンド終了間際ものすごいコンビネーションラッシュを見せましたね。今顔面にいいパンチ入れてますけどね、その前のボディ、ボディ効きましたよね、だからボディ効いてガード下げさせておいて上に打つと、本当にキャリアこんな少ない選手だとは考えられないですね。まだプロ7戦目ですからね、大したもんですね。さあ間もなく第4ラウンドです。第4ラウンドのゴングが鳴りました。この前のラウンドの終盤ものすごいラッシュを見せていきました、白のトランクスのイーグル奥田。23歳ですがすでに結婚をしています。奥さんは日本人、5歳年上の高子さん、タイ国で知り合ったといいます。現在は日本で暮らし帰化を申請中、日本人として世界王者を目指したいと話していましてイーグル奥田。さあまたニュートラルコーナーに追い詰めていこうというところ、ショートのレンジに入るとこれはもう完全にイーグル奥田ですか。ショートの ロングもいいの打ちますよ。はい、そのにっていうんですかね、圧倒されっぱなしですね、チャンは。そうですね、ただ打たれ強さはあります。世界の上位ランカーと戦っても7ラウンドまで打たれ続けながら倒れなかったという実績を誇りますチャンミンス、青のトランクス、韓国の現役チャンピオンです。ボディを受けるとくの字、やや腰も落としかけるんですが、根性はありますか。効いてるんですよ、効いてるんですよ、ボディは。あとイーグル奥田がKO まで持ち込むとすれば何が必要でしょう。このまま打ち続けることですか。もう少しっていうんですかね、急所急所狙いたいところですね。はい、パワーがあるから、ガードの真ん中を突き破ろうとして力入れて打ってますけどね、急所急所当たれば倒れますからね。さあまずは強引にチャンの 左目で腫れてきましたね。サブの右のストレート、完全にロープに追い込んでいきます。イーグル奥田も眉の上をカットしているんですが、ここまでのラウンドで出血はそれほど見られません。幅は 1.5cm、 深い傷なんですがその後パンチを受けていないんでしょうか。ほとんど血は流れません。さあチャンミンスーとしてはこのずっと立ち上がりから屈強に立たされています。抜け出るとすれば何が必要か。さあ右のストレート受けた。まず、ね、打っていかないことにはこの打開策はないですよね、もしくは我慢して我慢して、そしてイーグル奥田の打たれ打ち疲れを待つことができるかどうかですよね。しかし打ち疲れが勝つのか打たれ打たれでダメージを蓄積して、そのまま倒れてしまうという状態が強いですよね、この第4ラウンドも残り時間が1分を切っていますが、もうほぼ打たれっぱなしですからね。そういった面ではタフということは確かに言えますよ、あとは攻撃をというところなんですが、さあイーグル奥田に向かって左のフックを放ってきました。右のジャブを伸ばした。しかし顔面ショートのストレート。ここまで6戦6勝 4KO、 パンチ力、スピード、そしてキレ、全てを兼ね備えるイーグル奥田です。角エビジムのトレーナー奥田さんにその実力を見出されまして、日本で世界を目指すここを決めました。さあニュートラルコーナー、アッパーから右のストレート。しかし倒れないチャンミンス。タフですよこの選手は、本当にクリーンヒットが多いんですが倒れません。いやタフですね、第4ラウンドまで終了しました。コーナー、韓国のミニマム級の現役チャンピオンチャンミンスーです。去年までは韓国ライトフライ級のチャンピオンでした。しかし防衛に失敗、その後一つ階級を下げましてミニマム級でタイトルを獲得。韓国軽量級で2階級制覇を誇る実力者です。一つ下げてチャンピオンを取るっていうのはこの30歳という年齢を考えると大変なことですよね。あんまりないですね。だいたい上とかきつくなって一回上がるというのが普通なんですけどね、はい、年齢いって下げていって取るというのは本当珍しいですね。しかもこの前の試合、実はチャンミンスではなくイーグル奥田の試合のこの試合の相手はキム・ジェイホという選手に内定していました。まあ、そのキム・ジェイホとチャンミンスが韓国のミニマム級チャンピオンの決定戦を行いまして、チャンミンスが番狂わせという形でチャンピオンを取りました。年齢いってからまあウエイトを下げて、それで取るというふうには地元で
でもあんまり思ってなかったんでしょうね。そしてこの日本でのリング OPBF の上位ランカーを倒して一気にこの遅咲きのランカーが弾みをつけたいところなんですが、今日は主星一方です。まあ、青コーナーに追い詰められて左のボディ、今までは守り一辺倒ですね。まあ、守るだけで精一杯というところは確かにあるんですけどね。一発のパンチというのもなさそうですからね。どっちかというとそんなに器用な選手ではないんですね。はい、ほとんどブロックしてブロックして我慢して我慢してという感じのボクシングですね。はい、韓国プサンのジムの所属です。 OPBF ライトフライ級チャンピオンカンピルクーと同門、常に一緒にこのスパーリングを行っているといいます。さあショートのコンビネーション、イーグル奥田が見せています。必要なボディ攻撃、そして顔面返す、またニュートラルコーナーに追い詰めた。放送席の目の前です。奥田もよく打ってるんですよ。上下打ち分け本当に休まず手出してるんですけどね。はい、そしてもう5ラウンドなんですけれども、この回転数は止まるところがないですからね。だから奥田もいいスタミナ持ってますよ。はい、タイで2000年の1月にプロに転向しました。3戦目にテレビ局主催の大会で優勝、タイのボクシング関係者から世界王者間違いなしという評判が上がりました。まあ、タイの大物プロモーター浜田さんもご存知と思いますが、サハソンポップ氏とも一度は契約したといいます。なるほど。ただソンポップさんが亡くなってしまったということで、そのプロ契約が白紙に戻り、今度は日本で世界王者をと角海老宝石ジムに入門したイーグル奥田です。いや、そういった素質、いずれ世界取れるだろうという素質を見抜かれた。顔面返していく、完全に顔の目の前で両のグローブをこの防御のために構えるしかできません。チャンミンス、どうでしょう、世界を制した浜田さんから見てイーグルを下す世界をというこの匂いみたいなの感じますか？それを狙えるものは持ってますよ。そうですか。これ取れるかどうかというのは今後の努力にもよりますけどね。素質は持ってますね。才能はありますよ。そしてこういう試合、まあ、できれば早く相手を倒したいという試合では何が必要なんでしょう？今度はですね、完全にブロックじゃなくて真ん中を開けると。はい、ナイスボディ、ナイスボディ。さあ、ナイスボディという声が上がっています。さあ、第5ラウンド残り時間が10秒。もうずっとボディ、そして顔面へいいパンチを入れ続けているイーグル奥田。例えばパンチに強弱を入れる流れでもですね、はい、クリーンヒットをどっかで入れる、どっかで入れるというやり方は選択なんですね。はい、第5ラウンドが終了しています。さあ、まもなく第6ラウンドです。さあ、第6ラウンドに入りました。ミニマム級の10回戦です。半分が過ぎていますが、浜田剛さん、はい、半分はイーグル奥田のほぼ一方的ですね。一方的ですよね。この流れでいくと、さあ次はダウンを要求されますよ。まあ、これまで常に10対9という、まあ、もう言ってもいいような展開ですけども、まあ、ある意味では3ラウンドあたりはもう一方的、ジャッジによっては10対8をつけそうなラウンドでもありますよね。はい、しかし世界を目指すのであればこの展開ならやはり KO ですね。そういうことですね。はい、あと注文はそこになりますね。これだけガードの方、さあ力強い右のストレートを見せた。さあ一気呵成に攻めることができるか。クリーンヒット、今度はボディ、右のクー、右のみたい。チャンミンス、あ、上に打ち上げいいですよ。その、急所確実に捉えることですね。はい、さあ今度は左のフック、テンプルを捉えて、今度は右のストレート、鼻の上、また右のストレート。さあチャンミンス、鼻から出血しました。両方の鼻から出血しています。逃げまとうチャンミンスをひたすら追い続けます。ひたすら打ち続ける。これでガードがチャンが固めてますからね。そのガードを開けた瞬間に急所急所アグをテンプルを打つと、はい、いうことを今度は要求されますね。顎、チン、そしてこめがみ、テンプルを捉えていきたいところです。そうですね、今のところは、若干急所急所は外れてますからね。はい、
このグローブの芯でそういった球場を捉えていく必要があると、うん、そしてダウン取ると、はい、いうことが要求されますよ。さあ一瞬腰が打ちかけた、アッパーで打ち上げます。イーグル奥田、これまで6戦全勝 4KO、 素晴らしい KO 率を誇ります。世界を見据えるイーグル奥田、現役の韓国チャンピオンを相手に非常に素晴らしいボクシング、あと求められるのはノックダウンだけです。一度もまだ腰をキャンバスに沈めてないんですよね、チャンミンスーは。うん、タフですね、このタフな選手をやっぱり上る坂のイーグル奥田がノックアウトするということが必要になってきますよ。はい、さあ青コーナー顔面にワンツー、今度はボディ3連発。さあいつ倒すことができるかというところに試合の焦点は絞られます。第6ラウンドも残り時間が1分を切っています。左のボディ軽く打っていきました、イーグル奥田。韓国出身の23歳、本名はデーン・ジュン・ラパンです。リングサイドでは日本人の5歳年上の奥さん、タカ子さんが見つめています。さあ右のボディを打っていった、今度は逆にチャンミンスが前に出てきました。チャンミンスが前に出て第2ラウンドに頭が当たりまして、イーグル奥田は右目の上をカットしているんですが、出血はもうほぼ止まったと言っていいでしょう。さあ第6ラウンド残り時間が10秒を切った、また青コーナーに追い込めていきます。ピッチを上げたんでちょっと今は打ち疲れましたね。そうですか。第6ラウンドまで終了しています。第6ラウンドも追い続けて、このような非常に効果的なブローが入るんですが、青コーナーのチャンミンスが倒れません。濱田さん、はい、タフな相手といくつも対戦してきたと思うんですけれども、はい、このようなタフな相手とやるときっていうのは気持ちで切れる部分ではないんですか。いや、そうしたらやっぱり、ノックアウトできなくなりますよね。はい、だからこれをどれだけ持続するか、はい、これは大事なところですよ。さあ残すところはあと4つなんです。ミニマム級の10回戦第4ラウンドに入りました。第7ラウンドに入りました。残すところあと4ラウンドです。さっきのスローでも出てた通り、打ってはいますけど、結構半分はガードされていると、ガードの最初ガードに当たってからその後顔面に当たるという状態結構あるんですからね、はい、最初にすぐ顔面にもろに入るというところが欲しくなりますね。あ、こう驚かすようなカウンターのような、カウンターというよりもですね、ガードを開けておいて、開けておいて打つと、打ち込んでいくというのが必要になってきますね。さあまたニュートラルコーナーに来ました。力強い右のストレート、イーグル奥田です。23歳、急成長を遂げています。前の試合東洋ランカーインドネシアのニコ・トーマスをなんと3ラウンド KO で破って、自らが東洋ランク入り、現在2位にランクされています。日本から東洋、世界のタイトルを狙っていくイーグル奥田、今日は現役の韓国チャンピオン、しかしタフです、倒れません。さあロープに追い込んでいきます、イーグル奥田。右顔面から、そして右のストレート、ボディです。あ、前に出てきた、カウンターを見せました、チャンミンス。ロープの反動を使いました。この辺りは30歳、プロ16戦目のキャリアでしょうか。まあチャンは相当苦しんでるってことは苦しんでますよ。呼吸も荒く、ダメージも相当受けているはずなんですが、イーグル奥田、あ、ちょっと鼻血また出てきましたね。イーグル奥田の方も鼻血を出しています。両方の鼻の中から出血、呼吸が苦しくなってきます。ナイスボディ、ナイスボディ。さあボディ、さあ確実に捉えています。今聞いてますよ、今放送席の目の前、浜田さんからナイスボディという声が再三上がっています。今聞いてますよ。今がもうチャンスですね。そうですね、ここでまたもう一踏ん張りでボディ強く打てるかどうかですよ。自らも鼻血を、そして打ち疲れという部分が相当あるでしょう。しかしここを一気化成に行きたいですね。そうですね、打ち疲れよりも打たれた方もっときついですからね今。はい、打たれ続けているチャンミンスのがもうスタミナは相当奪われているはずです。ボディ効いて、腰落ちてますからね。あ、今度はミラッパー、今なんかも腰ずいぶん落ちますからね。もうロープを背負ってなければ苦しい状態であるわけですよね。さあミノストレート、チンを捉えた。
顎を捉えました。しかし立っています。恐るべき精神力、スタミナ、チャンミンス。ショートの右のフック、さあどこを狙っていくか。イーグル奥田、フィニッシュブローが欲しい。疲れていますけどね、疲れてますけど、ここは踏ん張るところですよ。ひるむどころか立ち向かい続けているイーグル奥田。しかし相手が倒れません。右のストレート、しかしここは打ち続けていきたいところ。青コーナーに追い込んで左のフック、右ラッパー。第7ラウンドまで終了しました。リングサイドではイーグル奥田の奥さん、高子さんが見つめています。5歳年上です。この高子さんも大国でキックボクシングのキャリアが2戦あるということなんですが、その時にイーグル奥田と出会いました。とにかくタイ人独特のこの明るさはあるけれども、他のタイ人にはない生真面目さ、目標に向かってのひたむきさを感じる、そこに惹かれたと話しています。日本に来て、そして世界をというイーグル奥田、まもなく第8ラウンド KO が欲しいところです。ミニマム級の10回戦も終盤に差し掛かりました。第1ラウンドからこの前のラウンド7ラウンドまでひたすら打ち続けているイーグル奥田です。日本ミニマム級9位、そして東洋太平洋では2位にランクされています。タフなコリアンファイター、チャンミンス倒れません。一度もキャンバスに落ちていません。さあ2ナイスカウンター、ショートのストレート、カウンターを見せていきました。これが続くといいですね。それと、こういった選手はですね、顔面はだん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 我慢できる状態ができてきてるんですね。打たれ続けることによって逆にそうなるんですか。そういうところがあるんですね。顔面の場合は、今の当たり前しかとね、同じことが続いていってしまっているわけですよ、はい、これをもっとパンチを切れなきゃいけないんですね。なるほど、パンチの切れは普段がある方なんですが、やはり打ち疲れみたいなものがあります。イーグル、ちょっとスピードが落ちてるところがあるんで、これをもっと瞬間的に当たる瞬間切ることですね、はい、そうすると効きますからね。いわゆるパンチの切れという部分ですね。そういうことです、うん、しかし浜田さん、はい、ボディはいくらなんでもだんだん耐えられなくなってきますよね。だからこの選手みたいな場合には顔面はタフですから、はい、今度はボディにパンチを集めると、いうことも大事なところなんですね。さあ最初顔面打っておいて、ガードを上げさせておいて、なかなかこの選手ガード下がれないですからね。そうですね、その瞬間にボディ入り込むと、はい、さあ今は顔面への攻撃が続いています。さあ左のボディを見せましたが、今のあまり勢いがありません。さあ右のボディ着実に捉えているんですが、恐ろしいほど不気味なほどチャンミンス表情にあまり現れません。どうなんですか浜田さん、こう得意のブローを手応えがある形で打ち込んでも表情が変わらない時っていうのは怖さは感じたりしますか。勢いがある選手の場合には、じゃあもう一つでという風になりますからね、そこで怖さ感じてしまうとやっぱり突進力が止まりますよね、はい。まあ、これまでは常に10対9の展開、このまま勝つっていうのもまあ一つ勝ちなんですけれども、ここでダウン一つ欲しいですね、はい。第8ラウンドです。奥田トレーナーが試合前に話していたのは、とにかく相手は打たれ慣れている、打たれ強さがある、そこをどう捉えられるか、そのトレーナー門指宝石ジム陣営の予想通りの展開になっています。試合転換はこの白のトランクス、イーグル奥田の攻撃の一方的な攻撃が続いていますが、倒れません、チャンミンス。第8ラウンドも残り時間が間もなく10秒、強振が打たれています。ミノボリーワンツーで出てきます、チャンミンス。さあ今度はミーラッパーからワンツーを打ち終えたところで第8ラウンド終了、残りは2ラウンドです。
ミニマム級の10回戦、赤コーナーは角海老宝石ジムのイーグル奥田です。大国から世界王者を目指し日本のジムに入門、現在東洋ミニマム級2位にランクされています。ここまで常に打ち続けているイーグル。そして青コーナーは韓国ミニマム級現役のチャンピオン、30歳のチャンミンスーです。2階級制覇を誇る実力者、打たれ続けていますが倒れません。スックと立ち上がりましたイーグル奥田、残すところは2つ。さあグローブを合わせました。第9ラウンドに入っています。さあチャンミンスーが先にグローを出していきました。しかしロープ伝いに逃げる、あるいはこのバックステップ踏んでいくというところは変わりません。イーグル奥田、顔面にいいストレートを入れていきました。追い込んでいきます。左のボディアッパー、これは芯で捉えきれません。右のボディアッパー、ジャブで前に詰めていく。青コーナーに追い詰めた。右のストレート、イーグル奥田、今度はボディへ2発打ち込んでいきます。チャンミンス、韓国の現役チャンピオン、青のトランクスです。倒れません、とにかく倒れません。7勝 5KO6 回に分けと戦績は振るわないんですが、戦ってきた相手が韓国国内の上位ランカー、あるいは世界ランカーと、自らのレベルより高い相手とやってき続けてきたこの結果です。韓国国内2階級制覇の実力は侮れません、倒れません。だからチャンみたいな選手は苦戦慣れしてるっていうのがありますよね。苦戦慣れという言葉が浜田さんから聞かれました。長谷川さん、はい、青コーナーからですね、やはり精神面の指示が飛んでますね、はい、お前はチャンピオンなんだから頑張れ、そういった声がずっと続いています。まあ今日は日本での試合ですけれども、国内に帰れば立派なチャンピオンなわけですからね。そうですね、倒れるわけにはいきません。さあ顔面に今ストレートが入って、一瞬腰が落ちかけたチャンミンス。さあしかしイーグル奥田、表情は好戦的、倒してやろうという気概がまだ満ち溢れています。右のボディショートに詰めていくと効果的なパンチが当たります。非常にこの真面目なイーグル奥田、奥田トレーナーが話していました。強すぎてスパーリングパートナーが見つからず、スパーリングはほぼできない状態ということで、ミット打ちを中心に行っているんですが、8ラウンド12ラウンドと平気で打ち続けるそうです。まあ、実はあの奥田トレーナーもその練習の相手をしていたら10キロほど痩せてしまったと。なるほど、まあ、確かに奥田さんちょっと前に比べるとだいぶすっきりしましたからね。まあ、やっぱりあのこういった選手のミットを持つのも相当体力いることでしょうからね。ここまで連勝そして連続 KO を続けているんですが、今日はなかなか倒しきれない。でも最後まで、ノックアウトを諦めちゃいかんですよ。しかしこれだけ打ち続けてイーグル、あーっとパンチをまとめていく赤コーナー、今度は右顔面。しかしまだチャンミンスかかってこいという素振り。ショートのカウンター、強襲が打たれます。第9ラウンド、さあこのままファイナルラウンドに持ち越されてしまうんでしょうか。詰めてショートのアッパーフック。第9ラウンドを終了して、残すところはファイナルラウンド1ラウンドのみです。お客様にお知らせいたします。ただいま上位1位ですね、安藤奈々ちゃんという可愛いお嬢ちゃんが前になっているそうでございます。どうぞご両親の方いらっしゃいますか。正面入り口までお越しください。ミニマム90回戦いよいよファイナルラウンド、ひたすら打ち続けて第10ラウンドに突入。 OPBF ユニマ級2位イーグル奥田、日本人として世界王者を目指すタイからの輸入ボクサーです。今は帰化を申請しています。そして韓国の現役ミニマム級チャンピオンチャンミンス、打たれ続けながら全く倒れません。チャンピオンの意地が勝つのか、それとも OPBF 上位ランカーのこのプライドが最後に KO を奪うことができるのか。倒れまいとする気概、倒そうとする勢い、どちらが勝るんでしょうか。残すところはファイナルラウンド、このラウンドのみです。まあ、でもいずれ世界チャンピオンを目標としている奥田であればですね、この3分間諦めちゃいかんですよ、はい、
もし世界を狙うんであれば浜田さん、はい、打たれ強い、そしてしかも攻撃力がある選手と戦っていかなければいけないわけですよね。まあ、田村選手はいくらでもゴロゴロしているわけですけどね、まあ、今日はただ勉強じゃなくてですね、はい、最後この状態になってもノックアウトダウン取ることは諦めないということをやらなきゃいけないんですね、はい、最後のそういったちょっとの気持ちの違いの積み重ねというのがいや大きいですよ。いざ本番になった場合ですね、まあ、今日は本番ではあるんですけどね、はい、大事な試合になった場合の一瞬一瞬そういった気持ちの揺るぎっていうのは影響しますからね、はい、離れ際に綺麗な右のフックを見せたんですがやはりチャンミンス顔の表情すら変えません。逆に左のフックを打っていった灼熱の常夏のと言ってもいいでしょう。タイからやってきましたイーグル奥田、冬場は非常に辛かったと話しています。ここ最近の非常に暑い気候が自分の体調を上げてくれると話していました。今日も大人数がこの後楽園ホールに詰めかけているんですが、その大観衆を前に KO を奪うことができるか。ロープ際を伝うように逃げていくチャンミンス、追い続けるイーグル奥田、一瞬リラックスの姿勢を見せます。低く帰りたいところ、頭がまた当たっています。残り時間が半分を切りました。ラストラウンド10ラウンド、まあ、1ラウンド目からチャンの方は左回りこれが変わってないですね、一緒になって奥田も追い方が一緒ですからね、今度は奥田も右に回りながらボディに打っていくとねじり込むというところがあるすれば引き方も若干違うところがあるんですよ。こうリズム流れというのをちょっと自分で断ち切る変える努力というんですか、これで今右がボディ打ちましたけど、角度を変えてみるというのも一つ、戦法であるんですね。いくら入り続けていても単調だとそれに耐えることができてしまうんですね。そうですね。さあ残り時間は1分を切っていますが、さあイーグル奥田、東洋の上位ランカーとしてこの残りラウンドもう30秒になろうというところですが、 KO を奪えるか、打ち続けられるか。青コーナーに追い詰めた、顔面3連発リーラッパー打ち上げます。ボディ効いてるんですよ今、顔に出ないだけでまず確実に効いているだろう、このボディーブローです。さあ今度はミーラッパーワンツー、イーグル奥田が攻め続けます。ニュートラルコーナーワンツー、ミーラッパーボディ効いてるんですよ今、いいボディーアッパーです。強振が打たれました。さあ10回戦残り時間10秒を切りました。最後にラッシュをかけたいところ、赤コーナーに追い詰めた。最終ラウンド終了のゴングが鳴りました。イーグル奥田倒すことはできませんでした。しかし浜田剛さん、まあ、ほぼフルラウンド10対9の展開と見て良さそうですけども ね、1ラウンドから全く同じ流れで、どのラウンド交代しようが、まあ、錯覚しそうな、ボクシングでしたからね、はい、まず10ポイント差ぐらいついてるんでしょうね。やはり勝者コールは赤コーナー、角海老宝石ジムのイーグル奥田です。右の拳を掲げます。さあ採点の結果を聞いてみましょう。ジャッジ山田同じく鮫島100対90、ジャッジ染谷100対89、三者ともにイーグル奥田選手の勝ちです。三者ジャッジがフルマークという試合でした。浜田剛さん、まあ、世界を狙うイーグル奥田に一つ注文をつけるとすればどんなところでしょう。今日はですね、最初から最後まで打ちっぱなしで、そして実感まで、スタミナも証明することができたと、はい、今度はですね、奥田さんが何を望んでるか、はい、それを一つ追加するともっと人気出るでしょうね、はい、韓国の現役チャンピオンを判定ですが下しまして、これで自身の連勝記録を7に伸ばしましたイーグル奥田が勝利しています。